え、すごい。どうもヒラムです。今回はですね、たった1枚のカードでどこでも即興で演じられるのにめちゃくちゃ盛り上がる、そんなね絶対に覚えて損はない手軽なマジックを紹介したいと思います。別にねトランプのカードじゃなくても全然問題ないです。むしろね皆さんが外でやるんだったらトランプじゃない方が自然ですからね。なんでこの人トランプ持ち歩いているのってなりますから、僕だったらちょっとドン引きしますね。皆さんは財布とかに入っているなんかのポイントカードとか会員カードとかでもいいと思います。僕はですねちなみに冒頭の実演では快活クラブのカードを使ってます。そしたらやり方なんですけれども、まず利き手にカード1枚を持って何もね仕掛けがないことをさらっと見せます。そしたらですねこのカードの下の端っこを利き手でつまむようにして持ちます。そしたら反対の手ですね、服の下の部分をこんな感じで前の方に引っ張ります。でそのままトランプをですね服の中に入れます。で入れる時にですねこのトランプの角の部分をこんな感じで服の中から押し出します。そうするとねこんな感じで飛び出ますから、強調したら一度外に出します。でもう一度中に入れてこんな感じで同じようにですね服の中からカードの角を押し出します。今度はですねこの2回目押し出した時にこのまま服を掴んでいる手を離してこの飛び出ている部分を掴みます。でこの掴むと同時に服の中ではですねどのようにしているかというと、トランプを中指を使ってこんな感じで手の中に横向きにして隠し持ちます。はい。でそのまま服の中からトランプを一緒に隠し持ちながら持ってきて、このままねトランプを隠し持っている手に持ち直すんですけれども、この持ち直す時にトランプの角をですね一緒にこんな感じでつまみます。でそうするとねこんな感じで横から結構見えにくい状態になりますので、このままね前の方に引っ張ります。で何回か引っ張った時に服を離すと同時に手の中のトランプを前の方に出すと服をね貫通して出てきたように見えるっていうものになります。はい。練習するポイントはですね、まあ、やはりこの手の中にカードを隠し持つ部分ですね。まずね服の中でやるんじゃなくて、こんな感じでつまむと同時に中指を使ってカードをですね手の中に横向きにして隠し持つ練習をしてください。こんな感じでね。でポイントとしてはですね、こんな感じで横向きにした時に人差し指中指で、まあ、挟むような感じで持つようにします。これを一瞬でつまむと同時に行えるようにすると全然ね隠し持っているように見えません。でちょっとやり慣れてる方だったら、このつまむ時にですね、まあ、横向きに隠し持つと同時に、まあ、展開パームっていうポジションですね、こういった隠し持ち方があるんですけれども、まあ、先ほど教えたのはこのように挟むようにして持つんですけれども、余裕がある人はこんな感じで挟むようにして持ってきてもいいと思います。2つ目の冒頭の実演ではですね、このように一瞬持っています。で、なんでこのようにわざわざ持っているかっていうと、まあ、よりですね、手の中に何も持ってないように見えるからですね、すごい自然な形で手をですね、開くことができます。まあ、やり慣れてる人はですね、この隠し持つと同時に展開パームのポジションに持ってくるようにすると、自然にね、演じることができるかなと思います。この指の隙間からカードチラ見えしやすいので、まあ、本当にね現実だったらですね一瞬見えたところでバレないんですけれども、こうやって映像を通しちゃうとですねこうやって目立ってしまいますので、まあ、できるだけ見えないようにチラ見えしないように指の隙間を閉じるようにして演じるとですね、まあ、バレにくくなるかなと思います。でカードを出す時もですね、まあ、ゆっくりこんな感じで出しちゃうと服の中から出てるように見えませんので、親指で押し出すようにすると一瞬で出てきたように見えますので、そのようにですね素早く出す練習もしてみてください。はい。冒頭でも言いましたが、このマジックさっと演じられるのにめちゃくちゃ受けがいいので、僕はですねすごい重宝しました。学生時代とか特にですね、なんかやってって言われることが多かったんですけれども、そういった時はねこのマジックをパッとやってですねすごいリアクションもらって気持ちかった記憶があります。なので皆さんもですねぜひマスターしてほしいなと思います。高評価押しといていただけると皆さんのリストからねすぐにこの動画見返してすぐに練習できますから。それではですね、皆さんにとって役立つマジックどんどんこのチャンネルで投稿していきますので、チャンネル登録して次のマジックも楽しみに待っていてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。